今水を検知してこういったような形になっております。で水を検知しますと水中撮影モードというような形でこちらのようにメニューがこちらのダイレクトボタンを押していただきますとメニューが出てきまして音量の上下キーで機能を選択することが可能です。歪み補正機能もありますのでこの歪み補正機能をオンにしたまま撮影していただければ水中から上げた際にですね、この水中で撮った写真に対して補正がかかっているというような状態になっております。水中撮影の時に画面が暗くなるので水中撮影の時に切り替わる。